イドリープライド。さあ、行きましょう。おはようございます、マネージャーさん。天道さん？ああ、おはよう。どうしたんだ？え？何がですか？打ち合わせは午後からだぞ。時間までまだ3時間もあるんだけど。ええ、まあ、その時間まですることがないので。珍しいな。天道さんは少しでも時間があればレッスンスタジオに行ってるのに。そうですね。レッスンも大切なんですが、今は、ですね。天道さん、立ってないで座ったら？それか、向こうの橋本さんと話でもしてくれば。はい。ですが。もしかして、何かあったのか？ここでは話せないようなこと？いえ、そんなことは。すみません。できればマネージャーさんと2人だけでお話をさせてもらえませんか？天道さんがここまで思い詰めているということは間違いない。何か大事な話があるんだ。わかった。場所を変えよう。お手間を取らせてすみません。構わないよ。俺は君たちのマネージャーなんだから、何でも相談してくれ。はい、ありがとうございます。しっかり者の天道さんがそんなに悩むなんて。もしかして何か仕事で問題でもあったのか？違うんです。そうじゃないんです。私も仕事のことなら大抵のことは大丈夫なんです。優とスミレもいますし。でも今回は優とスミレにも相談できなくて。トリエルの二人にも相談できないことなのか？はい、絶対話せません。大変だ。これはますます大事かもしれないな。トリエルは本当の姉妹みたいに仲がいいじゃないか。なのにどうして？仲がいいからこそ話せないこともあるんです。そういうものなのか？すみません、こんなわがままを言い出して。いつもお世話になっているのに面倒事を増やしてしまって。でもこんなことマネージャーさんにしか。私本当にすみません。謝らないでくれ。もう一度言うが、俺はマネージャーだ。どんなことでも相談に乗るから安心して頼ってくれ。本当にどんなことでもですか？ああ、どんなことでもだ。プライベートなことでもですか？もちろんだよ。俺でいいなら。ユウやスミレには絶対内緒ですよ。俺は口の固い方だから信じてくれ。じゃあお願いがあるんです。私と付き合ってくれませんか？え？買い物に付き合ってくれって意味だったのか。すみません、すみません。あんなに真剣な顔で言うからびっくりしたよ。俺はてっきり。マネージャーさん、もう忘れてください。恥ずかしいですから。あ、いや、俺も早合点してすまなかった。まさか天道さんが俺にそんなこと言うはずないしな。え？それは必ずしもないとは言い切れないんじゃありませんか？え？あくまで一般論ですが。マネージャーとアイドルだってお互い惹かれ合えばそうなっても。いやいや、ないよ。少なくとも俺はそんな横島な目で君たちを見てない。じゃあどんな目で見てるんですか？そりゃまずマネージャーとして見てる。あとは。あとは？妹みたいな感じかな。奥山さんが末っ子で、天道さんは長女みたいな。妹。そうですか。あれ、天道さん急に難しい顔してどうかした？いえ、何でもありません。ちょっと
誘っておいて置いていかないでくれよ。あ、ユーにはあそこのバッグがいいかも。でもスミレとお揃いにした方が。なあ天童さん、俺今更ながら思ったんだけど。何ですか？鈴村さんと奥山さんへのクリスマスプレゼントを選びたいって言うなら、俺より女の子を誘った方が良かったんじゃないか？え？だってそうだろ？寮には他のグループの子たちがたくさんいるじゃないか。いえ、みんな忙しそうでしたし。ほら、だって年末じゃないですか。確かに年末は仕事が忙しくなるからな。あ、橋本さんなら大丈夫なはず。今からでも呼んで。え、それは悪いですから。それに女性だけじゃなく男性の意見も聞きたいですし。だからマネージャーさんが適任なんです。そうか。でも全然自信ないな。女の子にあげて喜ばれるプレゼントなんて。大丄夫です。私たちのステージ衣装のチェックだって毎回してくれてるじゃないですか。そりゃあステージ衣装と普段着は全然違うし、第一スタイリストさんがいるからな。そんなに深く考えなくてもいいんです。好みを教えてくれればいいんですよ。あのニットなんかどうですか？ユウとスミレに似合いそうじゃないですか？ああ、いいね。って高いな。女の子の服ってこんなにするのか？プレゼントだから奮発するんですよ。ああ、別の色もいいかも。ちょっと地味かな。マネージャーさんならどっちが好きですか？俺は仕事柄派手にならないようにしてるから地味な方。お仕事は抜きで。それでもやっぱり派手なのはちょっとな。いや、俺じゃなくて鈴村さんと奥山さんの好みだろ。そうですけど。あの、ちなみに休日はどんな服装なんですか？スーツかな。休日ですよ。この仕事を始めてから休日も仕事してるからスーツばっかりだ。少しは休んでくださいね。マネージャーさん、ありがとうございました。あれでよかったのか？俺全然役に立ってなかったような気がするんだけど。いえ、とても参考になりました。そうか、プレゼント喜んでくれるといいな。はい。あ、すみません。あのタクシーもダメか。乗車中のタクシーばかりですね。やっぱりクリスマスだからでしょうか。すまない、やっぱりライブ当日に取材の仕事なんて入れるんじゃなかった。俺のミスだ。お世話になってる方なんですよね。仕方ないですよ。会場まで電車で行きますか？人が多いところはまずい。ファンに囲まれでもしたらそれこそ間に合わない。天童さん、悪いけど徒歩でもいいか？人通りの少ない道を選んでいけば。私なら構いません。ライブ前に体力を使わせてすまないな。会場まで5キロくらいですよ。全然平気です。毎日レッスンで鍛えてますから。さあマネージャーさん、行きましょう。ごめん天童さん、こんなミスは今後絶対に。いいんですよ。こんな風にクリスマスに誰かと一緒に歩くの、なんだか新鮮で楽しいですから。相手が俺でさらに申し訳ない気持ちになったよ。そんなことないのに。会場の準備も気になるな。電話で先に確認しとくか。マネージャーさんはさっきから仕事のことばっかりですね。え？いけないのか？いえいえ、大変仕事熱心でいいと思います。天童さん、もしかして怒ってないか？次からはちゃんとスケジュール管理するから。ごめん。別に怒ってませんから。やっぱり怒ってるよな。なんとかリハもできたし、ほっとした。あれくらいのタイムロスでライブに影響はありませんよ。マネージャーさんは心配性ですね。ああ天童さん、お疲れ様。リハ良かったよ。本番もよろしくな。ええ、
最高のクリスマスライブをファンに届けます。マネージャーさんも受け取ってくださいね。期待してるよ。それとこれも受け取ってくれますか？え、これはネクタイです。マネージャーさんの好きな色で似合いそうなデザインを私が選びました。今までのお礼とクリスマスプレゼントを兼ねて。もしかして昨日の買い物、これのために俺を？さあどうでしょうか。ありがとう。大切にしまっておくよ。ちゃんと使ってください。古くなったらまたプレゼントしますから。また？何でもあります。天道さん、風邪？いえ大丈夫です。今のはたまたまですから。本番までこれを。え？あの、これ。これでも巻いててくれ。自分用の安物で悪いんだけど、天道さんが風邪なんて引いたら大変だから。プレゼントのお返しってわけじゃないんですか？すまない。何も用意していなくて。今度お返しはちゃんと。いえ、これでいいです。私、男の人からクリスマスプレゼントもらったの初めてです。いや、これはプレゼントってわけじゃ。もう私のです。大事にしますね。そろそろ時間だから行きます。最高のステージを届けますね。ファンとマネージャーさんに。